皆さんこんにちは、みほよが受賞しました。文化観光デジタルイノベーション実践事例トップ10にみほよが入りました。表彰の内容は、本事例は、中国の文化観光産業においてデジタル分野で貢献した企業機関が選出されるもの。理由は上記の通り。ゲームを利用した、文化交流と観光促進の探求。確かに、リーユエのイベントではしっかり本国の PR になっている気がします。また、原神×中国四川省ユーコラホなんかもあったので、文化を広めている気がしますね。他にも伝統的なものを随所に散りばめている気がします。ということで、TOP10 に入ったから何かしらお祝いがあるといいですね。まあ、ないでしょうけどね。以上です。みほよが表彰されたという話でした。ご視聴ありがとうございました。